さあ解釈は誰にも求めていない。さあそれでは始めていきましょうか。縄張りバトルもずくの上での一言。それではですね、今回もトントンさんにやっていただきましょうか。隠れてないミッキーさん、ハッハッハやっていただきましょうか。さあそれでは簡単にも攻めていくのか、それとも安易に攻めるのかね、守備範囲を広げていくのか。隠れてないミッキーさんという動きがちょっとかぶっていて、ちょっとまたかぶった、なんだこいつはというアンパネ、ちょっと動きを改めては見てみようかな。着地した時点がもうピンクの沼、まあ、なんとシミドロフィーバーな歓喜、そこに氷川という女はいるのでしょうか。いやー恐ろしい恐ろしい、ハサミを持って踊ってくるのか、それとも何でしょうか、時短だ踏んでこうやってぶっつけてくるのか、なんとも言えないメガホンレーザー弾丸論破ね、あのねリメイク版の弾丸論破、あれは面白かった、それだけ。さあそれでは続きまして行ってみましょうか。氷川になられた、残念ノーノーさんにやられた。さあ続けて誰が来るのか、戸上でしょうか、それとも苗木でしょうか。さあそんなことはどうなっていいとして、さあピンチはどっちがピンチを持っていたのか、今さっき私ちらっと見たけれども一瞬で終わったので全く思って分かりません。そしてまた無駄にするって無駄に自分のところに進むので、さてとトルネードチャンス。さあミザーステイルがどうせたくか、おっとなんとか勝ったリャッカさん、残念。さあそれではといいまして、一滴一滴そうやって悲しいトラップを仕掛ける、だがこれに引っかかる人はどういうことなのか、マヌケなのでしょうか、アホなのでしょうか、それは私はよく知っている、私はよくああいうトラップに引っかかる、つまり私がマヌケというわけですね。ああ悲しいことに、残念なことにと、無駄な実況を始めているこのご時世どうなるということでしょうか。さあそれではトルネードチャンス2回目をやってまいりましょう。さあ一体どこに打ったのか、なんともデリジンチシールドで守られたそのデリジンチは一体どう攻め込まれているのか、楽しい人間に捕まっていたらそこにはもう投げ出しないけど自分の人気ローラーがいたという切実さを味わうという、はあ一体どうしたらよろしいでしょうか。この野郎さっさとくたば、ああくたばらされた、なんだこの人は、私をくたばらせるといい度胸だと、よしよしじゃあそこにてめえこの野郎ぶちのめしてやるとやったれぞこの野郎と、はっはっは仕返しはできたぞと、嬉しさのあまりちょっとね何とも言えない笑みをこぼさない男、これがトントン、はい、今無理に笑みをこぼしています、なんとピアノ男トントンさん。さあそれでは行ってみましょう、3度目のトンネルチャンス、相手どこに打った、うん全く思って分からなかった、まあそれはいいとして、さあどこを塗られてもこのローラーというものは全く思ってめんどくさい、我々のポイントを稼ぎとしか言いようがないぐらいのね、いい的としては終わってますね。さて投げ出しないけどそのローラーにぶっ潰された、なんでやと、なんでや、俺は関係あらへんやろ、ただ私は君らが塗った道をさえ塗りつぶしてるだけですよと、それが喧嘩を打った元でとなりましたとさ、はい、めでたしめでたしめでたくないことをめでたしというのがいい終わりのオチであることを私は願います。さあそれではこの勝負は一体勝ったのでしょうか、負けたのでしょうか、はい CM5 にはもう目に見えてますというわけで勝ちました。はいそれでは続きまして、私は一体切腹するのでしょうかしないのでしょうか、うんそれはもう味覚が丸く収めます。はいそれではまた次回お会いしましょう。